ニューアトップタプ島は、トンガの島。人口934人。ニューアフォーウ島及びタファフィ島とニューアス諸島を形成する。トンガ首都トンガタプ島からは北に 600km、ババウ諸島からは北に 300km 離れ、サモアの方が近い。トンガ最北の島の一つである。9km 北にタファフィ島が浮かぶが、ニューアス諸島のもう一つの島であるニューアフォーウ島からは、 ずっと離れている。ニューアトプタップ空港があり、国際空港の指定を受けている。住民はかつてニューアトプタップ語を話していたが、この言語は現在絶滅し、住民はトンガ語を話すようになっている。一方で、サモアやウベア島、フツナ島との言語の類似性も残っている。ニューアトプタップの最高点は157メートルである。これは3万年前にできた。 大規模な火山の名残である。島は火山性の肥沃な土壌を持っており、周囲には産後礁が発達している。島には西からヒヒホ、バイポア、ファレハウの3つの村がある。島の中心はヒヒホで、行政機関や郵便局、通信ステーションや高校がある。小学校は3つの村すべてにある。港は東端のファレハウにある。 島は長くマーツ王朝によって収められてきた。ニューアトップタプ島をヨーロッパ人が初めて認識したのは1616 16年のことで、ウィレムス・ハウテンとヤコブラ・メールによって出会った。2009年のサモア沖地震の際は、震源に近かったため東部には10メートルから15メートルの津波が押し寄せ、それが回り込んだ北部の集落群にも6メートルの津波が押し寄せて、 三村共に大被害を被った。七十九軒の家が全壊し、五十六軒が半壊、九人が死亡した。ありがとうございます。